高山樹里は、日本の女子ソフトボール選手、ボブスレー選手、スケルトン選手。神奈川県横須賀市出身。現在は、東京都在住。本名は、非公開旧姓は高山。横須賀市立高坂小学校、横須賀市立浦賀中学校、埼玉栄高校、日本体育大学卒業。柔道二段。豊田児童食器に所属していた。 身長1 6 2トル、血液型 B 型。右投げ両打ち。元米国代表左腕、ミッシェル・スミスとはチームメイトだった。名字の高は、正式には、口高ではなく、はしご高。アトランタ、シドニー、アテネと3大会連続で、オリンピックに出場。アトランタとシドニーでは、開幕投手を務めた。ストレートと得意のライズボールで、先発のほか、 リリーフとしても活躍し、佐々木和弘の大魔人になぞらえた女大魔人の異名を持つ。通算発祥はオリンピック記録。現在はトータルオリンピックレディス会会長、日本シャイスソフトボール協会会長、NPO 法人ソフトボールドリーム理事、全日本アーチェリー連盟理事、日本アンチドーピング機構アスリート委員。ソフトボールの講習会や、 YouTube やテレビのゲスト出演もしている。マネジメント所属は株式会社ライツ。近所のお姉さんに誘われたのがきっかけで、小学1年生からソフトボールを始める。子供の頃から運動神経が良く、小学校から中学校にかけては水泳の個人メドレー選手であり、柔道も2段の腕前である。女子ソフトゴリン,ンの高山樹里さん TV 番組で結婚発表。 黙っててすいません。スポニチスパニッキーアネックス芸能。スポニチスパニッキーアネックス。2021年9月24日。閲覧。200勝パーティー1300人に誓った。山本雅人藤出生の HP。楽天ブログ。楽天ブログ。2021年9月24日。閲覧。中日スポーツ2009年1月19日一面。会長メッセージ。 日本シャイスソフトボール協会2021年6月24日閲覧ありがとうございます。